鳥居清計画、中村富十郎の虫売り、1774年、虫売り、江戸職人歌合わせ、石原正明著、明治時代の虫売り虫売りは、鈴虫など、主に鳴き声を上げる昆虫を販売する商売、あるいはその商売を行う業者を指す。虫を売り歩くという職業は遅くとも17世紀頃には、 神型で出現していたことが確認されているが、1687年に発布された小類アーレミの例により、虫の売買及び飼育が禁じられ、その職業自体も完全に途絶する。その後、江戸、神田で行われ始めた虫売りをその起源とすることが多い。鈴虫、くつ虫、松虫、簡単、キリギリスなどのなく、虫のほか、季節によってホタルや玉虫、 日暮らしなどを取り扱う。現代ではこれらの虫に加え、カブトムシやクワガタムシなど、多種多様な虫が売買されている。完成の時代、神田でおでん屋を営んでいた中蔵という男が、本業の片手間に、ネギシで捕まえた鈴虫を販売していた。売れ行きが思いのた好調であったことから中蔵はおでん屋を畳み、虫売りへと転業し、 本格的に取り組み始めたのが、虫売りの起源とされる。中蔵は瓶に入れた土に産ませた卵を室内で、温め、孵化させ、野生の鈴虫よりも早く成虫に育て、高値で売り出すことで莫大な利益を得た。その後、増加する虫売り業者に規制が加えられるなど、江戸時代を代表する一つの大衆文化として捉えられるようになり、小泉や雲によって、 江戸の文化として紹介がなされている。江戸市中の虫売りの季節は5月の不動村の縁日の頃から始まり、盆の頃に終わりとなる。これは江戸市民の間にお盆に買い置いた虫を放つ風習があったためである。この制限は水野忠国の天保の改革にて廃止された。東京年中行事第一巻江戸の祭事風俗史。ありがとうございます。